パノラマカー、パノラマカーとは、名古屋鉄道、名鉄が保有する展望席付き電車の愛称、一部車両を除く。単に、パノラマとも称する場合がある。なお、パノラマカー、パノラマ DX、パノラマスーパー、パノラマカードは、同社の登録商標となっている。競技には、運転室を2階に移動し、列車最全部まで客席。 イコール全面展望席とした7000系、7500系のみを指すが、全面展望席を省略した7300系、7700系や改造車の7100系をも含めて、パノラマ化と称するのが一般的となっている。詳細は名鉄7000系電車、名鉄7500系電車の記事を参照。7000系、7500系が人気を得たことで、 パノラマという語は名鉄が発行する商品名に多用され、パノラマパック、SF パノラマカードなど、さらにはテレビ番組、旅はパノラマにも起用されるなど、名鉄を代表するブランド、代名詞ともなっている。また、後継として登場した8800系、パノラマ DX2005 年退役、並びに0 0 0系以降の、 パノラマスーパーなど名鉄を代表する特急車の愛称にも引き継がれており、これらの各系列を含めて抗議のパノラマカーとする分類もある。詳細は名鉄8800系電車、名鉄1000系電車、名鉄1600系電車の記事を参照。一方で2004年に中部国際空港へのアクセス特急用として製造された2000系は、 空港直結の輸送形態を特に強調する車両デザインとし、愛称も一般公募により命名されたニュースカイトないる。この愛称は2008年12月27日から同系列で運転されている列車種別にも採用されている。白色と青色を使用した塗装や展望席が設置されていない点など従来のパノラマカー、パノラマスーパーとは一線を画すコンセプトの 元新時代の名鉄特急として製造されたが、社内の液晶テレビには全面展望の画像をリアルタイムで映し出すほか、7000系と同じメロディのミュージックホーン以下、メガヘルツと省略が設置され、また、動詞の車体で一般車を併結した2200系、1700から2300系では赤色をアクセントにした塗装とするなど、根底には7000系登場時より続く伝統を、 放出とさせる思想が流れている。パノラマカーは1961年に登場した7000系をはじめとする車両の愛称として使用されているが当初は名鉄の公式な故障、愛称としては存在していなかった。7000系の導入計画に携わった白井明が鉄道ピクトリアル市場において製造中の7000系についてパノラマ展望車と称した。 紹介記事を執筆したことをもとに地元マスメディアなどが、これをパラマカーと呼称し始め、芝叩く間に地元民や鉄道ファンの間に広まったとされている。ほどなくして、名鉄車内でも7000系、7500系への愛称として、半ば公然と使用されるようになり、2000年代においては7000系、7500系イコール、パノラマカーは、 車内外ともに深く浸透し、後年に登場した特急車のパノラマ DX やパノラマスーパーでは公式の愛称として採用されている。運転室を2階に移動して、列車最全部まで客席とした7000系と、その改良型として登場した7500系がこれに該当する。それ以外の車両、編成は厳密にはパノラマカーの範疇に入らない。 7000系と同様に、車体側面に連続窓を有するに、扉クロスシート車であり、先頭車にはメガヘルツを備えた車両番号7000番台の車両が該当する。2000年代では7000番台の車両をパノラマカーと総称する呼び方が一般的となっているが、7700系の登場時には展望席がない構造からセミパノラマカーと呼ばれていた。 また、7100系には、搭乗時からメガヘルツの装備はないが、7000系の中間車2両を、戦闘車、貫通型運転第一系改造した経緯から、これも含むのが、一般的である。7300系は、旧型車の走行機器を流用したことから、エセパノラマカーと呼ばれ、搭乗時は、エール、更新車の系列に分類されていたが、 他のエール社の退役が進むにつれて徐々にパノラマ化を範中とする考え方が一般的になっていった。なお、この条件には特急、北アルプスに使用されていたキハ8000系機動車もほぼ該当する。特殊用途に限定された機動車のため、外観や図書区など7000系との相違点も多数あるが、連続固定窓やミュージックホーンの搭載など、その設計には パノラマカーと同じ思想が色濃く反映されていることから、これも含められるとの意見が多い。7000系列の代名詞となっていたパノラマカーの愛称であったが、次世代の特急車を模索するために設計された8800系パノラマ DX やその成果を活かして7000系に変わる名鉄の顔として設置された1000系1600系パノラマスーパーがある。また、 後の営業施策が変更されて登場した、平結特急用の1200系、1800系、7500系の足回りを流用した1030系、1230系、1850系を含むも、同様の思想、用途として登場した経緯から含まれている。このうち、8800系、1000系、1030系はハイデッカー構造の全面、展望室を備え、 7000系以来のメガヘルツ、制約の厳しい車体構造、空間の中でも最大限の開口面積を確保した側面窓を有した車両である。パノラマ DX パノラマスーパー特急増結用車。なお、前後のキハ8000系の後継車として製造されたキハ8500系は1000系と同様の広い側面窓を装備していたが、 名鉄特急の象徴であるメガヘルツを装備していない点や高山本線で並結運用していた東海旅客鉄道 JR 東海キハ85系との共通設計を多用していた点から抗議のパノラマカーとの認識が得られず2001年に引退し合津鉄道へ譲渡後後継車両の導入に伴い2010年に廃車された7000系 7700系、7100系の特急運用は1999年をもって消滅した。ただ、特急運用離脱後も特急系車両が故障などの際に全車一般車の特急として代用された例はあるが、2008年6月29日のダイヤ改正までに7000系の大半と1600系の全車が運用を離脱した。7000系、 パノラマカーは、老朽化と新型車両への置き換えなどに伴い、2008年12月27日のダイヤ改正時に定期営業列車での運用を終了した。最後まで残った3本、7011回7041回7043回のうち7041回と7043回は、その日で運用を離脱、7011回は、その後イベント列車専用となり、 2009年8月30日のラストランですべての運用を離脱。これをもって競技のパノラマカーは完全引退した。その後7100系は2009年11月29日、7700系も2010年3月21日のラストランでそれぞれすべての運用を離脱。7000番内の車両、系統版を常時使用する車両、ミュージック保温付きの一般車両、 片開きに扉を持つ車両は名鉄から消滅した。1200系は特急運用を主体としているが、その場合として、急行や普通などの運用にも充当されている。その場合、特別車は閉鎖される。また、1800系は、ラッシュ時に特急の増結車として、使用、換算時には、主として単独で、普通列車等に運用される。 2006年9月29日に、名鉄が発表した2000系ミュース海外の快速特急。特急は一部特別車に統一するとした特急政策の見直しにより、1000系のうち全車特別車編成である4両編成1本も2008年12月27日のダイヤ改正までに定期運用から離脱した。1600系については同日から運用される。 一部特別車編成への改造のため余剰となる戦闘制御付随車9600系4両が廃車れた。これにより前車は車体以外を2台目5000系に再使用されたトップナンバーの背に1回を除くほか、後車は形式称号を1700系へ改めて特別車に当てられ2300系、一般車を新造して改変された。このような現状から、 2015年現在、パノラマスーパーなど含め、パノラマカーと呼ばれる車両に相当している車両は、1200系と、増結車両である1800系のみとなっている。2015年には、1000から1200系3編成のリニューアル工事が行われる一方、2200系の増備により、1230系の一部が廃車されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。